ドイツの鉄道駅の分類は、ドイツ鉄道の子会社、DB ステーションサービスが運営する、およそ5400の鉄道駅を、その駅における、サービス水準を表すために7つの階級に分類したものである。このカテゴリー分類の評価は、列車を運行している会社が駅を管理している DB。 ステーションサービスに対して、駅の施設を利用するために支払う金額に影響する。ベルリン中央駅フランクフルト中央駅ハンブルク、中央駅カテゴリー1に属するのは21の駅で、交通のハブになる駅として考えられている。サービスの点では、国際空港と同じであると考えられ、常時駅員が配置されあらゆる鉄道関連の施設があるとともに、 大抵の場合駅にショッピングセンターが併設されている。これらのほとんどは50万人以上の人口のある大都市の中央駅であるが、カールスルーエ中央駅のようにそれより小さな都市にあるが重要な路線の交点であるために重要な駅とみなされたものもある。ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、ケルンというドイツ4大都市には2つ以上のカテゴリー1の駅がある。 カテゴリー1の駅は以下の通りである。カテゴリー2に属するのは82の駅で、やはり長距離交通の重要なジャンクションとなっているか、大きな空港への接続駅となっている。通常、インターシティやユーロシティが停車する。チケットセンターやサービスデスクなどの鉄道関連のサービスが全て配置されており、通常の利用時間帯には駅員が配置されている。 サービスはカテゴリー1の駅に類似している。カテゴリー2に属する駅を以下に種別に示す。カテゴリー3には約230の駅が属しており、一部のインターシティが止まることのある地域のハブと位置づけられている。このカテゴリーの駅には旅客が切符や雑貨を買うことのできるステーションホールがあるが駅員が常時配置されているわけではない。 人口5万人以上の都市の中央駅であることが多い。例としては、ゲルリッツ駅、ロイトリンゲン中央駅、リヒテンフェルス駅、パッサウ中央駅、ミュールハイム中央駅がある。カテゴリー4には、約600の駅が属している。地域交通が頻繁に運行される、ハブ駅と位置づけられている。インターシティは通常これらの駅には停車しないが、 レギオナルエクスプレスやレギオナルバーンの列車が頻繁に運転されている。バス駅に類似したサービスレベルであり、主に通勤客向けのサービスを行っている。このカテゴリーには、S バーンやレギオナルエクスプレス、レギオナルバーンの利用度が、高い大都市にある駅を多く含む。例としては、バーリンゲン駅、バウチェン駅、モンタバワー駅や、コーブルク駅がある。カテゴリー5には、 約1070の駅が属している。これらの駅はより小さな町にあるか、大都市の郊外地域にある。これらの駅には、通常、普通列車のみが停車する。例としては、シグマリンゲン駅、ケルンホールバイデ駅やブレマーハーフェンレイ駅がある。カテゴリー6の、駅カテゴリー6には、約2500の駅が属している。このカテゴリーの駅には、少ない旅客しかおらず、 駅には最低限の設備しかない。バス停留所に類似する。例としては、バート・ビンプフェン駅、ロックス・スシュテッド駅や、ハーゲンイコール・ホアハレ駅がある。このカテゴリで最低となるカテゴリ7には、地方にある約870の駅が属している。普通列車のみが停車し、2つ以上のプラットフォームを持つことは、まずない。例としては、デューエンテンファング駅や、 ポイローン駅がある。ダイゼックス・ボンホーフスカテゴリオン。DB ステーションサービス AG、2007年3月12日、閲覧。ありがとうございます。